昨夜遅く、洲本市にある警察官用の官舎の駐車場で、洲本警察署の副署長が倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。昨日午後11時40分ごろ、洲本市竹野口にある警察官用の官舎の駐車場で、仰向けで倒れている男性を帰宅した男性警察官が見つけ、消防に通報しました。警察によりますと、倒れていたのは洲本警察署の今本陽介副署長で、後頭部から血を流し病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。今本副署長は官舎の2階に住んでいて、部屋のベランダ側にある窓が30センチほど開いていたということです。また倒れていたのは隣の部屋の下付近で、上下ジャージー姿、靴は履いておらず、着衣の乱れや部屋が荒らされた形跡はなかったということです。今本副署長は昨日午後6時50分ごろに退勤し、特に変わった様子はなかったということで、警察は事故と自殺の両面で捜査しています。